そばっち、今週のテーマはみんなでつなごう、命と心の絆、官民一体となった自殺対策。3月は自殺対策強化月間です。県は官民一体で自殺対策に取り組んでおり、県内の自殺者数は減少傾向にありますが、今なお年間300人近い方が自ら命を絶っています。一人でも多くの自殺を防ぐためには、一人一人が自殺対策の重要性について関心を持ち、理解を深めることが大切です。元気がないとか、暗く憂鬱そうにしてるとか、あと口数が少なかったりとか、食欲がないとか、様子が違うなっていう状態があることに気にかけていただいて、その上で声をかけていただくっていうことだと思います。支えたい気持ちを持ってるっていうような気持ちとか、優しい声掛けとか、情緒的な支援というものなんですが、温かい気持ちを持って支えるっていうことが何よりも大事になります。自殺予防の取り組みでは、民間のボランティア団体の皆さんが大きな力となっています。月に4回の活動をしておりますけれども、一つは、話しっこするべという傾聴相談、どなたでも話をして話を聞いてあげるということをやっております。でもう一つは診療所内の待合室を利用して、私たちが話を聞いてあげるということをやっております。心のわだかまりをさらけ出すというのが一番大事なことだと思うので、話したい人がいたら話をする、で心が軽くなるっていう風な雰囲気になってくれればいいなと思います。自殺予防のためには、ゲートキーパーの存在がとても大切です。家族や友人、職場の同僚といったさまざまな立場の人たちに、ゲートキーパーの役割を担うことが期待されています。また県は心の相談電話でも皆さんからの相談を受け付けています。みんなでつなごう、命と心の絆、大切な命を守るためにできることから始めてみませんか。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。